皆様こんにちは、えー、実はつい先日まで、えー、私はあ群馬県の方におったんですけれども、えー、そこで6年生3年生1年生のお子さんを持つお母さんとお話をしたのですでそこのご家庭では、えー「お母さんと一緒と同時に「GO チャンネル」を楽しみにしているということで、えー、特に小学3年生の子がですね もうすごく高原さんのことが好きですというふうに言われましてですねそれで私も気分が良くなりまして今日はの夏休みの真っただ中ということもありますので親子で読む絵本として推薦できるものを一冊最初に紹介したいのですまあその本のタイトルは「お約束絵本お約束ルールブック」という本なんですね。実ははこのの本を書かれたのは えー、花丸学習会という塾の塾長で、えー、高浜正信さんんという方なんですで塾といったらつい進学塾、えー、私立の、えー、小学校中学校高校に上がれるようなねエスカレート式のそういうものを連想するかもわかりませんけれども。 ね、そういうものを連想するかも分かりませんけれども、えー、実はそうではなくてここの塾のモットーというのは飯が食える大人になるように子供を育てるということなんですつまりね大人になった時に誰かに依存しないとダメというんじゃなくて自分でちゃんと経済的な自立を持てるような子供に育てるおと大人になるような子供にする自分のことはちゃんと自分で 養えるようなそういう大人になるように実は就学前から訓練する必要があるっていうんです。で仕事っていうのは誰もが、まあ、自分の好きな仕事をつくわけではないんですけどまあまあ仕事そのものはみんなやるでしょうやるんですけど仕事するときに厄介なのは人間関係なんです。つまりいい人間関係健全な人間関係を作ることが難しい人は 仕事のスキルがあったとしても何かと誤解されたりうまくいかないことが多い。だから他の人たちと健全な対人関係を築いていくためには一体どうしたらいいだろうか。幼い時から42のルールを体得したら必ず解決するって言うんです。まあこの42のルールいろいろあるんですけどね、実はね皆さん、この方の講演会ね、年間3万人です。誰が行くかと言ったら、 そういう子供たちの保護者が行くんですが、私はですね、この人のことを何でしたかと言ったら、ダイヤモンドという雑誌なんです。この雑誌は宝石の雑誌ではありません。経済誌なんですよね。で、経済誌になんでこの人のことが出てるかと言いましたら、この本は、就学前の子供たちだけではなくて、大人が学び直すべき内容があるんだ新入社員の中に、これができない新入社員がいっぱいいてる。 中間管理職の中にこれができない大人がいてる。経営者の中にこのことが分かってないものがいてる。だから絵本だと思ってバカにしないで大人も一から学び直した方がいいんじゃないのっていうそういうことです。えー、そんな絵本と思いながら立ち読みし、次の瞬間に買いました。めったにないことです。 私はです、ね、読んで大体もう覚えたかなと思ったらもういいかなと思うんですけれども、まあ、この本につきましてはですねへえということが多かったんですね42のルールの,の一番最初は何かと言いましたら人に何かしてもらったらありがとうって言おう友達や先生だけではなくお父さんやお母さんにもちゃんと言おうありがとうって魔法の言葉だって知ってる だって言う人も聞く人も笑顔になるんだよ。そして大抵の言葉っていうのは何回も何回も何回もくどくどと繰り返し使われたら鬱陶しくなるけど、ありがとうだけは何回聞いても嫌にならないんだよ。世の中にこんな言葉ないぞ。人間として一番最初に身につけてほしいこと、それは何かしてもらったら身近な人であったとしても、一回一回ありがとうって言おう。 ルールの2番目。何かしてしまったときには、ごめんなさいって言おう。これはとっても難しいことだね。実はね、大人でもなかなかできない人がいるんだよ。私たちは何かしてしまったときについ言い訳するよね。例えば、悪気なかったもん悪気がなくても何かものを壊したときには、ごめんなさいって謝ろう。だって、壊された人の気持ちは、 悲しんでるんだよ。壊した君の気持ちじゃない。壊された君の相手の気持ちを考えて、ごめんなさいって謝ろうよ。もしみんなが友達から嫌なことをされた時、どうしてる黙ってる次のルールはこうだ。もし友達から嫌なことをされた時には、はっきりとやめて僕はそれは嫌だというふうに言おう。 友達との関係はとっても大事だ。だけど、自分の心を守るのは、もしかしたらもっと大事かもしれないよ。嫌だと言わないがゆえに、どん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 ひどい目に遭うことだってあるんだよ。それに、嫌だということによって初めて嫌なことをしていた友達は、あ、これ実は嫌なことだったんだと気づくことがあるかもしれないんだ。実は世の中には嫌なことをしていながら悪気なしに、 嫌な思いをさせているということを知らないでやってる人たちもたくさんいるんだ。だから嫌なことがあった時には嫌だって言おうよ。まあこれね、バウンダリーという考え方で、いろんなカウンセリングルームで使われている手法ですよね。大人も学ぶべき点がありますよね。そしてこの42のルールの一番最後はこうでした。自分のことを好きで言おう。 友達が好きなことは大事なことだ。父さん母さんが好きなことも大事なことだ。でも、君は自分自身のことを好きでいよう。でも、もし自分が自分のことを好きなのかどうかわからない状態になってるんだったら、その時には、お父さんかお母さんのところに行って、ぎゅーって抱いてもらおう。 逃げというのは誰かに愛されて初めて自分を大切にすることができます。誰かに愛されて初めて自分を愛していくことができますよね。すべての人から排除されてそしてそれでも全く微動だに揺れないというような人はいないと思います。少なくとも幼い時にはそうです。 もし幼い時に自分のこと好きじゃないんだ。嫌いなんだ。自分は好きになれないんだ。自分が好きなのかどうかよくわからないという時には、お父さんかお母さんにハグしてもらおう。そうすることによって、自分は愛されていいんだということをごっくんでくるようになるって。そして皆さん、これ子供だけじゃない。大人だって、親が必要です。 子供にちょうどお父さんやお母さんという素晴らしい存在がいるように、大人になっても、大人の自分の愚痴を聞き、弱さを憐れみ、励ましてくれる大きな大きな魂の親が必要です。聖書はその魂の親、あなたの作者、あなたの作り主のことを、創造主、神と呼んでるんですね。実は皆さん、このバイブル、 この集会で使用している聖書は、新開約聖書2017年版と言われているものです。ずいぶん長いタイトルですね。なんで2017年版というふうに言ってるかと言ったら、ルターの宗教改革が1517年だからです。2017年というのはちょうど宗教改革から500年ということで付けてるんですけどね。実はこの2017年版以外にも、たくさんの日本語の聖書が出版されています。どれもいいですね。 その聖書の中に創造主役聖書というのがあるんですね。日本人は神と聞いたときに宗教の対象を思い出します。でもバイブルが語っている神というのは人間が作った神々ではなくて人間をお作りになった方なのでこの聖書に登場する神のところを全部創造主という翻訳に変えている聖書。その聖書が 出版された時に出版された時の広告があるんです。その広告この間家掃除してたら出てきました。僕と家のねゴミは宝の山よ。ちょっとあさっていったらすっごいのいっぱい出てくる。この間なんか3万円出てきた。<laughs> まあそんなことはどうでもいいんです。神が創造主だと分かって人生が変わったというポスターでしたね。 創造主役聖書聖書が言ってる神というのは、イワシの頭も新人から、何でもかんでもいいから信じてたらいいんだという、新人の対象なんかじゃない。作者です。あなたの作者、あなたの作り主、神が創造主であると分かって、私は人生が変わったという、コピー広告文句。聞いたこれは。あなたの作者ですよ。 さあ、この作者である方が実は皆さんをぎゅーっとしたい。神はあなたのことを愛してらっしゃる。そのことをイエス・キリストを通して明らかにされたんです。神はあなたを愛しておられるということをどんなに疑い深い人でも疑いようのない形で表すために イエス・キリストという方をこの世界に使わせてくださった。だからファイナルアンサーなんです。創造主のファイナルアンサーです。これが答えだって。神は本当に私のことを愛してくださってるのその証拠は一体どこにあるのイエス・キリスト。ここに答えがある。そのキリストが語られた御言葉を今日はご一緒に考えてみましょう。ルカの福音書の19章というところをお分けください。 ルカの福音書の19章の10節、あそうですね、前のほうには出てます、えー。ルカの福音書の19章の10節、ですから、あのバイブルを開かなくても、前に映、えー、し出しますので、そちらをご覧いただいても結構です。もちろん開けていただいたらいいですね、えー、こうやっぱりね。 皆さんどうですかあの私ねあのね紙に印刷されてる文字の方が妙に頭に入るなんかこう映ってるのがね入りにくいそしたら慣れてへんからやっていうかもこいね僕の脳はねインクでないとダメなんですよねそんなことはどうでもいいんです、はい、じゃあ19章の10説見ましょうこう書いてますね人の子は失われたものを探して 救うために来たのです。まあ皆さん、この人の子っていうのはね、ヘブライ語ではベン・アダム。人の子っていうのは人間という意味です。だけど同時に、聖書の専門用語としてこれを解釈するときにはメシアの別名なんです。なぜなら旧約聖書の中に、やがて人類の救世主、 なる方は人間の姿をしてやってくるというふうに予言されてるからです人の子というのはメシアの別名いろんな別名あるでしょ梅田の別名なんですか北道頓堀南波の別名は南北と南と言えばあの繁華街ちょっと例えば適切ではありませんでしたこれね。人の子っていうのは人間という意味があると同時にメシアの別名なのです さあ、メシアを使わして神は人間にどうしようというのかということなんですが、今日ここから3つのポイントでね、神にとって人間はどういうものに見えているのかということをご紹介したいと思います。あなたの作者でやられる神様にとって、人間と一体どんな存在なのか、第1番目、失われたものであるというのです。この中にね、 まだ神を信じてらっしゃらない方々の中で、ああ、私は失われてるというそういう感覚を持って生きておられますかもしそうだとしたら、救いがとっても近いと思うんですね。私はなかなかそんなふうには思ってませんでした。クリスチャンになる前から、ある意味で人生充実してたからです。でも、ある時から、ああ、失われている。 私は神との関係を失っているものであるということが分かるようになりましたね。で、ちょっとその話する前に、もうずいぶん昔なんですけれども、昔ですねあの、ライオンという映画見たことあるんですね。ちょっとね、うる覚えなので、名称とか間違ってたら許してください。もうね、さっき思い出したんですよね。なんでこの映画見たかといったら、実話を映画化したものであるからです。私は実話に応えんです。 作り物の話じゃなくて本当にあったことを映画化したライオン。どんな映画かと言いますと、実はインドの西の方に、えー、なんとかという街があるんですよ。<laughs> これがもうそもそも思い出されへんねん。インドの西の方に、この石炭の炭鉱町が田舎の町があるんですけどもね。 その田舎の町に、も、文字の読み書きができないお母さんと3人の子供たちが極貧家庭で生活してるん。3人兄弟の真ん中で、サルーというのがいてるんですね。この子がまあ、4歳か5歳ぐらいの時のことなんです。で、お兄ちゃんがちょっと歳が離れていまして、まあ9歳ぐらい離れてまして、13歳か14歳ぐらいなんですよね。 で、この二人の兄弟は、弟はですね、一番末っ子というのはまだまだちっちゃいから家にいてるんですけど、この二人はもう5歳ぐらいから働いてるの。まあ、働いてる言うてもね、近くの炭鉱から石炭くすねてくるんです。それを闇で売って、いくばくかのお金で牛乳2本買うんです。で、この牛乳の1本を下の弟に飲ませてもう1本を お母さんに飲ませて親孝行ですところがまあこの真ん中のサルがね134歳ぐらいのこのお兄ちゃんのことがもう好きで好きで好きでたまんないんですよね頼りになるあの日でもお兄ちゃんが好きで好きでお兄ちゃんをいつも,もうつきまとうというかもう金魚のうんこみたいにですねもういつでも,もうお兄ちゃんん兄ちゃん兄ちゃん兄ちゃん,ちゃんずっとついてるんですが。 このお兄ちゃんは夜中は肉体労働なんです。兄ちゃんがいなかったら家で一人で夜中にいてても楽しくないよって、兄ちゃんついていくって無理やりついてくる。食んな言うてもついてくる。肉体労働の現場までずいぶん歩かなきゃならないんですが、あんなについていくついていく言うてたのに、途中まで来て、兄ちゃんもう一歩も歩かれへん。 ちょっと僕ここで休むわ言うて公園のベンチに腰掛けるんですがそのまま寝入ってしまうんですね。現場に行かないと仕事にありつけないそこでお兄さんは仕事が終わったらこの弟を迎えに来ようと思って弟を一人置いて現場に行っちゃうんですね。ところが真夜中になった時にちょっと寒くてたまらない。それでほっ と、寒さで目を覚ましたら、お兄ちゃんがいない、兄ちゃん、兄ちゃん、大声で叫ぶんですが、お兄さんの姿はどこにもない。ふと見ると、プラットホームがあって、そこに列車が止まってる、もしかしたら列車のところにいるんじゃないかと思って、兄ちゃん、兄ちゃんと呼びながら、列車のところに行きまして、そして、寒さでちょっと暖を取ろうと思って、列車の中に入った、そしたらあったかい。 あったかいので、うとうとっとして、また寝ちゃうんです。次、目覚ました時列車が走ってるんですよ。二晩、ノンストップ。終点の駅までノンストップ。1600キロ離れた。軽かった、軽かったですよ。回送列車で1600キロ離れたところに、4歳、5歳の男の子がたった一人で、 突然カウったの駅に降り立つんですけれども、皆さん、実はですね、彼はね、あれ兄ちゃんどこ行ったのそして彼が知ってる唯一の地名、な,な,なんとかという地名なんですね、これ。覚えてない、これ。なんとかという地名。ガネストレイやったかな。ガネストレイ。彼にそうしておきましょう。ガネストレイじゃないのここ、どこ、どこ、どこって言うんですが、 インドって公用語だけで22か国語あるんです。彼が喋ってるのはヒンディー語や。カルカッタで通用するのはベンガル語なんです。ベンガル語がわからない彼は、大人たちがわーわーわーって言ってるんですけれども、それ何語喋ってるかわからない。言葉も通じない。同じインド人なのに、相手が何喋ってるかわからない。その日から。 ホームレスまあそこからもうねいろんなことがあるんですがまあ自分の名前しかちゃんと覚えてない兄の名前は兄ちゃんですよお母さんの名前はお母さんですよこれでは探しようないよということで彼はとうとう孤児院に入れられるんです ところが個人に入れられて5歳か6歳ぐらいになったときですね、実はオーストラリアの白人の裕福な夫婦が、養子縁組,組組んでくれたんですね。うちの子供になりませんかということで、対面して、お金持ちで、チャリティー精神に満ちあふれ、 いろんなチャンスがあるオーストラリア行ったらそしていろんなことがあったんですけれどもこのオーストラリアの白人夫妻の養子として引き取られていきますそしてそれからあっという間に二十数年経つんですよ まあ、そこ行ったらね、も雨の時にももう,もう濡れない、ちゃんと屋根のある家、大きな家、暖かいベッド、美味しい食事、優しいお父さん、優しいお母さん、いろんな趣味何でもやらせてくれて。インドにそのまま残ってたら、絶対経験できないようないい思いもいっぱいして。いや、なんて人生ラッキーだ楽しいエンジョイしてる素晴らしい 過去なんか関係ない今が一番いい素晴らしいそして彼はメルボルン大学というところに進学するんですね。そしてメルボルン大学に行った時にインド人の留学生の集団と会うんですある時このインド人の留学生たちがホームパーティーを開くから遊びに行けへんかっていう風に誘われるんですね。彼はそこに行きます。そうしましたらね。 あるインドの代表的なお菓子があるんですね。その名前分かんないぞ、こ <laughs> れこれがキーワードになってるんですけど、よく覚えてません、ね、それ。それね、実はね、お兄ちゃんと離れ離れになる時にね、屋台でそのお菓子を売ってるの。で、兄ちゃん、僕食べたいよ、これ買ってよ、食べたい、食べたいって。今は買えないけどな、次、今度買えるようにするからな、もうちょっと我慢してくれって言ってね、あんなに食べたいと言ったのに買ってくれなかったという、そういう強烈な、 食欲ピークなんだけど、ついに食べれなかったというそのお菓子が、わっと出てきた。それ見た瞬間に、おやつをめぐる兄ちゃんとの会話をパーンと思い出すんですね。そしてインド料理の香辛料の匂い嗅いでるとね、ああ、俺のルーツだって。俺はどっから出てきた 今はオーストラリアでいい生活エンジョイしてるけど、俺はそもそもどこから来たんだ特にね、このインド人の留学生たちと話してるとね、彼らはね、私はどこから来たのか、インドのここから。今、どこにいるのか、留学のためにメルボルンにいてる。卒業したらどこに行くのか、アメリカに行って IT 企業に入る。 自分はどこから来て、今何のためにここにおり、これからどこに行くのかということがしっかりしてる人っていうのは、ある意味で人生のフレームワークがしっかりしてますから、迷いがない。ところが彼はね、俺のルーツって一体何だ このね、ルーツについてなんてね、別にどっちでもいいじゃん今が楽しかったらそれでいいじゃんっていうふうに思ってたんですが、ルーツをしっかり持ち、自分がインド人であるということに対して、誇りを持っている仲間たちを見たときに、自分には決定的に欠けてるピースがある。いや、まさにね、ワンピースなんですよ、これ。失われたピースを探さなきゃだって。あんなに成績良かったのに、彼結局ね、卒業しても就職しない。 私は一体どこから来たんだろう私を産んだ親は私のことをどう思ってるんだろうもうそのことが気になって気になって気になって仕方がなくなってそしたらねインド人の留学生たちがねグーグルアースでインド上から見れるで言うてね見覚えあるところないかいってねくまんなくグーグルアースで調べて探し当てるんです 恐るべきグーグル発 <laughs> まあ私もね、クリスチャンになる前に自分がクリスチャンでないということで物足らなさを感じるなんてことはね、少しもありませんでした。自分なりに充実した人生やってた勉強もやりました、偏った勉強でしたけど、偏った科目しかせえへんかったけど。 バイトで西を出し、ロックバンドで思いっきり暴れ回り、映画研究部に入って主演兼監督者として柔道一曲線を取り、まあ、やりたい放題やりましたね。やりたい放題やって、あ、これ充実してたと、俺は別に何もかけたところはない。嫌な、追い立ちの部分もありましたが、 しかし、そんなことは関係ないと。そういうふうに生きてきてたんですが、高校1年の時に、アルバイトをしたそのバイト先の先輩がクリスチャンだったんですね。でね、私、その人と会うまでね、自分はもうこれでええんやと思ってました。彼は大学生でしたけどね、輝いてるんですね。なんかね、いつも楽しそうなんです。そしてね、 何のために生きてるのかという目的をしっかり持ってるある時ね寺田町という駅で彼と二人でね、えー、営業に出かけるんですよ営業のバイトやったんです高校1年で営業ですよ部合制の <laughs> ほんま向いてなかったか、ね、でもその人はもうすごい成績やったその時にねたまたまその寺田町のプラットフォームにね彼が所属していた集会の女性クリスチャンがいてたんですであっ 何々姉妹つっ,ってねでちょ,ちょっと待っててなって言ってその女性クリスチャンのところに行ってね12分なんか楽しそうに立ち話してで戻ってきた時にこう言ったんですねやっぱりクリスチャンの女性って全然ちゃうわ素晴らしいわほんま幸いやで私ねそう思わなかったんですよその女性に対して「幸いだ素晴らしいと」と 思いませんでしたがそのように言ってる彼自身にはね憧れがありましたね何かがあるからじゃなくてとにかくねうれしそうというか楽しそうかっていうかね例えば街歩いてる時にねこう言うんですよ「こ街路樹見てみ君どう思ういや別に何も思いませんけどそうか俺は神がこの街路樹を使って俺を喜ばそうとしてるというふうに見えるから楽しいね。 そんな世界観あるんかと。この人と一緒におったらね、ワンピースかけてる私に。自分一人で、自分は今までね、自分と同じように失われた人たち友達関係の中しか人間関係を持ってこなかったので、自分が失われてるんだということに気づくことできなかったんですよ。だけど神に立ち返って、喜んで、 生きがいがあって、自分が生かされてるということに感謝があって、そういう人と自分を比べていたときにね、俺はこれがない。悔しいけど、俺にはこれがない。そういうふうに思いました。神の目の前に、本人がいくら充実していたとしても、その人は、 神から離れている以上、失われた人なんだって言うんです。あるべきところにない。神様から離れてる。神との関係を切ってる。神との関係を失っている人。だって言うんですね。しかし二番目に、神の目に人間はどのようなものに映ってるかと言いますと、探している人なんですね。探し求めている人。 まあこの探月っていうんですけどもねあの皆さんですねあの人生の目的について学生時代考えませんでしたか私はですね中学3年の時ね何のために生きてるのか本当にわからなかったんです。で苦しくて苦しくて苦しくてね何のために人間で生きてるの何のために勉強しなあかんねん。 何のために生きてるんや。人生の意味って何やいうことをね、それをね、もういろんな友達ずっ言ってね、みんなね、うつ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 みたいな感じになって。それである時ね、ホームルームの時間に、何のために人は勉強し、何のために生きてるのかということで、これね、話し合い持ったんですよ。でね、みんな分からへんねその時に、担任の先生、佐々木先生と言いましたが、英語の先生、もう忘れられませんね。 中学3年の2学期になって、今頃になって何のために勉強しなければならないのかというのは、受験勉強から逃避してるんやっていうふうに言ったんです。もう受験までカウントダウンや。そんな受験の真っ最中に、何のために勉強するのか分からない。余ったれんなーっていうふうに言ったんですね。そして、 何のために勉強するのかを考えれるようになるために勉強するんだ <laughs> その時にみんなポカーンとしてるんですが学年一むちゃくちゃ勉強できてた K 君が先生僕は学年一勉強ができますが嫌なやつやなこれこれ、ね。<laughs> 僕は学年一勉強できますが正直なところ何のために勉強してるのかわかりません まあね私が言っても説得力なかったと思うんですよね。<laughs> でもむちゃくちゃ勉強できるやつがそう言ったからまあ僕ねその時ねいや実はな人生の目的とか何のために勉強だけじゃなくて何のための仕事じゃなくてそもそも何のために生きてるのかということはな先生もようわからんのやと言ってくれたらその瞬間に私たちと教師は同志になれたと思います。でもその瞬間ね「あこの人あかんわ」みたいな。 でも、彼を責めるのは酷ですよ。実は、ノースイースタンイリノイ大学というところに、ヒュー・ムワヘッドという哲学教授がいてるんです。この哲学教授が、世界中の250人の哲学者、思想家、知識人、作家、研究者に手紙を送ったんです。 人生の目的は何ですか人は何のために生きるんですかそして250通の手紙を送って、その返信を一冊の本にまとめたんです。合本にしたんです。その返信の中で一番多かった答えの内容は何かというと、ムアヘッド教授、もし人生の目的がお分かりになられたら、ぜひ知らせてください。 私は分からないんです。庶民が言ってるんじゃないですよ。人類の中で最も知的にレベルの高いベスト250に聞いてもほとんどの人は答えを持ってないんです。なぜ人生の目的が こんなに賢い人たちなのに分からないかと言ったら、人生の目的は探求によっては分からないからなんです。人間をスタート地点にして人生の目的は何なのかということを階段登るようにして探求していったとしても、人生の目的は分かんない。人生の目的は探求ではなく、啓示によって分かるんです。刑事っていうのは、 上から示されると書いて掲示なんです。あなたの作り主の掲示がない限り、あなたの作られた目的、人生の目的は分かりません。前も言ったことあると思いますけど、私以前ですね、男のための料理教室というのにか通ったことあるんですよ。通ったことがあるというか、通ったうちに入れへんな。すぐ辞めたから。僕には向いてない。 でお試し機関でねそこの安倍野にあるまあまあいいんですけど <laughs> でねもう全面カラス張りでね外から見えるんですよ料理やってる様子が男のための料理教室やからみんな下手くせや思ってたら男の方がうまいかな <laughs> 包丁さばけにしてもほんでこういう道具があったんで これ、これなんで、なんでに使うんですかな、なんなんですかこれ言って。聞いたら、あ、これね、あなたセンス言わないいわねとか言ってね。私が考案したのよ。え、そうなんですかこれなんですかって。これね、グリップ握る。そして、味噌の入った壺に、これ、くっと突っ込んでね、っとひねるんですよ。ほんなら、この中に味噌が入るの。そして、そのまま、 だしの入ってるやかんのところにクチュクチューっと溶かすと片手で味噌汁を作る道具だったんですね。<laughs> ほぉうぉエビゾウカーみたいな。うわ <laughs> 買いませんでした。 までもね、一つ教えられたことがある。何のために存在しているかわからないものは作者に聞けば目的がわかるということです。人間は何のために存在していますか人間の作者に聞いて初めてわかるんです。人間は神の栄光を表すために作られたんです。その神の栄光を表すのに必要な才能はあなたの中に眠っている。 あなたは自分の伴侶を選ぶことができます。自分の職業を選ぶことができます。自分の進学先を選ぶことができます。自分の趣味も選ぶことができるでしょう。しかし、人生の目的は選ぶことはできません。作者が決めるのです。神の栄光のために神はあなたをお作りになったのだ。最も崇高な存在。 を反映するために、映し出すためにあなたは作られた。すなわち、皆さんは素晴らしく崇高な尊厳ある存在なのです。ところでこの探す、人間の側から探してもわかんない。じゃあどうしたらいいのだから神はご自分の答えをバイブルに掲示して、それをお与えになったんです。ヒマラヤの奥地まで行く必要がありません。 アプリで落とせばすぐ読める。聞くドラマ聖書。いいですか無料。<laughs> 修行しなくても神の答えは聖書の中にあります。そして神のもう一つの答え、ファイナルアンサーがイエス・キリストなんですね。イエス・キリストとの関係の中で自分が何のために作られ、どういう仕事に就くべきなのか、どういう分野で 能力を発揮し、生きがいを感じ、生まれてきてよかったなと言える人生の答えは、イエスの中にあるのです。実は先ほどのライオンという映画ですよね。インド出てから25年ぶりにね、あの、見慣れた給水塔がある場所がある Google Earth でね。給水塔の場所まで分からん、これ。 皆さんもねご自分の家丸見えよ。えこんなんまでわかんねえや思って驚くばかりなんですけれども多分ここではないかということでえー、行ってみるとね駅ついてみるとね忘れていたはずのもう思い出すはずがないはずのその道をねうわーっと思い出すんですよ。 そうだ、こっちだ、こっちの方向だ、この方向だ、ここに行って、こう、そこ曲がったら、家がある言ってね。そして、とうとう、彼が生まれ育った家のあった場所まで行くんですね。ここだと思ったら、もう、汚い小屋に、もう、今にも崩れそうな、そういう老朽化した状態になってるんですよね。 そして扉をバン開けてカーサーンって言おうとしたら中からヤギが出てきたんです。ヤギ小屋に変わってたんです。昔ここに人がいたでしょう。ずいぶん昔だよ。でも人がいたでしょう。お前一体誰なんだ僕はって言った時ね。えちょっと待てよと言って。 その八木小屋の親父がね、貸していくんですね。そしたらね、よぼよぼになったお母さんが現れるんですよ。お母さんね、いつか息子が帰ってくるということを信じて、絶対引っ越し住まい。 いつでもこの場所に戻れるようなところにしか映らなかった。25年が。お母さんは英語喋れないです。彼はヒンディー語喋れない。親子が25年ぶりに再会しているんですけれども、言葉全然通じないところが、お母さんはすぐにサルの髪の毛をぐーっと上げるんですね。実は彼は昔お母さんに言いつけられて売りを売りに行くんです。 その時にバイクにはねられて頭ものすごい傷を負うんですね。それをパッとこうか前髪を開けたところにね傷跡があって「腐ろうだ!」。「我が子よ!」抱きしめるんですね。神にとってあなたはそのような人です。 帰ってくるのを待っていらっしゃるんです。創作の対象です。神はあなたを探しておられる。と聖書に言うんですね。三番目。人の子は十節、失われたものを探して。救うために来たのです。実はダニエル書の人の子の予言を見ますと。人の子は裁きのために登場します。 しかしここでは人の子は裁くためではない救うために来た創造主から離れて自分に自信を失いそして滅びに向かっている人間を救うために天から来た方それがイエス・キリストという方なんですね実はここに一冊本がありまして「動物の生きる条件」 ここれれね手に入んないい絶対すっごい本ですこれもうあの我が家にはねもうねスペシャルな本がねいっぱいありましてねこれもね遺産ですこれ遺産ってまだ生きてんねんけどね <laughs> これね動物の生きる条件日高敏孝さんの書いた本なんですねこの日高さんというのは東大からえー、京大そして 最終的にね滋賀県立大学の学長にまでなるんですけれども日本を代表する動物行動学者で進化論者のくせにこの本の中では進化論のおかしいおこくしここもおかしいあそこもおかしいこれ変やろおかしいやろっていうことばっかり書いてある本ですこれ。いい本ですよあげない。ね このね、日高さんがね、実はあの、東京生まれなんです。そしてね、えー、東京のね、広尾尋常小学校というところで、尋、え、常、ーまあ、小学校だからもう戦前の話ですよね。で、彼はそこで、小学校生活を送るんですけれども、実はこの広労尋常小学校、広労というのは今の大使館とかがいっぱいあるところですよ。あの、日本の、 あのユダヤ教シナゴーグも広いにあります。でそこねもう全国でももうとびっきりのスパルタスパルタ教育でねで実はこの日高少年は幼い時から体が弱くて運動が下手でそして体育の授業はいつも小児全ん止まらなくって見学ばっかりところがこの時の体育っていうのは軍事教練といって。 小学校、尋常小学校のところに軍人が入ってきて、軍事協力するんですその時でも、僕、<laughs> できませんって、いつもね、参加しないで見学してるだけ。ある時、その軍事協力の先生がね、天皇陛下はな、お前のような子供はいらんと、 おっっしゃってるぞもうガーンとショックを受けたんですもうね私言いたいお会いしたことあるんか勝手な空想で嫌がってと思うんですが真に受けてほんで家に帰って先生に今日こんな言われたって言に言ったらねお父さんが「その通りや」と <laughs> まあそういう時代があったのよもう今はもうね学校の先生にわ言われたらねもうね まあ、うちの子は先生にこんな方に言われた言って、もうクレームつけでしょ昔は学校の先生むちゃくちゃ無理なんだ言っててもね、学校の先生のことは間違いないんやて。で、お母さんの方を見たらね、そうよそうよって言ったんです、ね、それでね、戦前の不登校。もういけないって言って。 行こうとして体にもう動かそうとするんですけどどうしても学校に行けないって,ってねそうしてですね彼はもう一日中裏の庭のところで地面うつむいてじーっとしてるような子供になってしまうんですがじーっと裏の庭の地面見てたらアリが食べ物運んだり巣の出入口のところから入ったり出たり入ったり出たりそのうちに サボってる姉と働いてる兄がいるということに気づき観察日記をつけ出してねでね「そうやと」と昆虫学者になると昆虫学者になれんのやったら僕は生きていけると思ってもうようやく自分なりに人生の目標を見つけたんですよねそれでおお父父ささんんにねお父さん僕 大きくなったら昆虫学者になりたいって思い切って言ったら、昆虫学者で飯食えるんか言うて。<laughs> それでね、あ、昆虫学者もダメ。ほんなも生きてる意味ないと思ってね、本気で死のうと思うんです。ところで、 彼が小学4年の時にね、新しい他人の先生があるの、この先生がね、若い先生でね、ある日突然ですよ、家庭訪問。あずっと学校行ってないから、行ったり行かなかったり、一回行ったら3か月ぐらい行けなんかったり。それで怒りに来たんかなと思ったらね、いきなり、両親の見てる目の前で、日高、自殺するっていいことと思うか、悪いことと思うか。 とたしろくとお父さんお宅の息子さんは自殺考えてますよ我々教師には時に親ですら見えないような姿を子供の本当の心を見ることができるときがあるんですお宅の息子さんは死を考えてますよお父さんが固まっちゃうんですよねその瞬間に この先生ね、土下座しなんですっ、ね、て。そしてね、日高くんを昆虫学者にしてやってくださーいって言って。その迫力に押されてね、お父さんが、は、は、はいって言って。<laughs> 日高聞いたかお父さんが昆虫学者になってえって言わはったぞ。感謝だな。 だけどな、本当に昆虫学者になろうと思ったら、昆虫ばっかり見てるだけではダメなんだ。その昆虫がどこにいるのかということを知ろうと思ったら、地理とか社会を勉強しなきゃならない理科だけじゃダメなんだ。それに、科学の実験には統計がつきもので、そのためには数学もしっかりやらないとダメなんだ。そして世界的な学者っていうのは、論文は英語で書くんだ。日本語で書いたってダメなんだ。そのためには英語も勉強しないとダメなんだ。 今言った学問を全部家で一人で独立するって無理だぞ学校に行くのが一番と思わないのかはい。お前はこれから昆虫学者になるために学校に来るんだ。軍事教練うまくやるために来るんじゃないんだよ昆虫学者になるっつってね。それでね、また行き出すんですよ。ところがね、行き出すんですけどね、ただしな、 疲労尋常小学校はあかん。あの学校あかん。やめとけ。あの学校はな、もうな、もう、厳しいだけが取りえやと。あんな学校はな、やめてまいやめてまお前、他のもっとな、普通のまともな小学校あるから、そちらの小学校に転校できるように、俺からも言うといたのかな言ってね。ほんで、ほんまに転校するんですよ。で、それがね、ずーっと引っかかってんですよ。 日高さんが、これ。ほんでね、45年後に再会するんです、その先生と。ほんでね、先生、その説はお世話になりましたって,って。だけど先生ね、僕は先生のそばにおったら、先生が守ってくれる思って、先生がいる学校に行きたいと思ってたのに、なんで僕から引き離す,離すようなことをしたんですか僕が先生のいないような、他の学校に行かせるようなことをしたんですか 僕は先生と一緒に勉強したかったっていうふうに言ったらね、あれな、お前の天候見届けて、俺辞表叩きつけたんやんですよあんな校長と一緒にやってられるか言うてね、そういうね、豪気な教師がおったんやねこれ。で、これね、私ね、あのー、 阿川さ子のインタビュー記事でこのようになるんですよ昔で日高先生がそれ話してる時に、ね、ときね途中でね泣き出すねこれこのままやったらこの子死んでしまおうと思ったときにねわざわざ土下座までしてあの先生は僕の命を救うために土下座までしてくれたんやというその喜びです 先生というのののは雲の上の人でしょうしかし皆さん神が文字通り雲の上の第三の天全宇宙を作りになった方が人の子としてこの世界に来てくださったのは私たちを探して見つけて救うためです私たちを救うためにキリストは何の罪も ないのに十時間にかかり、あなたの罪を背負って身代わりに死んでくださったのです。そして墓に葬られ、三日目に復活し、おっしゃったんです。私を仰ぎ見る者は救われる。イザヤ書の中に、地の果てのすべての者よ。私を仰ぎ見て救われよ。私は自分の力で自分の罪を許すことはできない。消すことはできない。 人ができないことを代わりにするために神は救い主イエス・キリストを送ってくださったのです。このキリストを見上げて主をどうぞあなたについていきますのでこれからよろしくお願いしますと自分を丸投げすることです。キリストはあなたの人生を変えていってくださいます。もちろんすぐに身の回りの現実変わりません。 でもキリストについていくに従って人生は変わっていきます。自分のうちが見てたらあもうあかんもう私なんか無理やと思うんですけどねキリストを見るんです最後に1個お話して、ね、終わりましょう私ですね昨年の末突発性難聴という病気になったんですよ突然ね右側の耳がねなんか詰まったみたいになって聞こえない左側キーンって言ってるんですけどねこっちはねなんか詰まったみたい。 なん,なんでよ、なんでよ、なんでよ、思ってね、で、耳鼻科行ったら、ああ、ちょっと聴力検査しましょう。てきめんですね、右の耳、ほとんど聞こえてませんね。突発性難聴ですよ、言ね、これね、ステロイドホルモンをね、バンバン打つんですよ。で、まあ、聞こえてきたんですね。聞こえてきたんですけれども、聞こえてきて、元通りなのかどうかよくわからないけど、まあ、でも聞こえてきたなーということで、ステロイド全部打ち終わった後で、 2週間、ね、聴力検査した、ほんだらね、まあ、ほぼほぼ元に戻ってたんですが、ドクターがね、こう言ったんですね、治りました。なので、これからは、ちゃんと聞こえてるかどうかということを探さないでくださいって言うんです。 探さないでください。どういうことですか前と同じように聞こえてるのかなもしかしたらまた完全に治ってないんじゃないかなということで、自分の聴力を疑って、ほんまに元通りなんかどうなのかということを、突き詰めて考えないでください。もしその道に入ったならば、高田さん、あなたは別の方に行ってもらいます。何ですか診療内科。 実は突発性難聴から、ほんまに聞こえてるんかな聞こえてるんかな治ってないんじゃないのかということで、自分自身を見すぎて、治ってるかどうかということに注目しすぎて、そこに行く人が少なくないので申し上げてるのですって言うんです自分の内側見てね、元気になる人なんかいません。私の内側には面白くないもの、忌まわしいもの、汚いものいっぱいある。 それを見るんではなくて、それらの罪を全部帳消しにしてくださったイエス・キリストを見上げるのです。実はね、この言葉は、ザーカイというとんでもない男に、キリストが救いをお与えになった後、みんなからクレーム。なんであんなひどいやつを弟子にするんだみたいに、もう非難がイエス・キリストに集中豪雨しているときに、 イエス・キリストは何一つ悪びれることなく胸を張って私が何のために来たのか分かりますか人の子は失われたものを探して救うために来たんだこのためにザーカイと出会うために来たキリストの交渉会の中でザーカイのいたエリコに足を踏み入れたのはこれが最初で最後です。ザーカイに会うためにその町に行ったと言ってもいいでしょう。それと同じように。 あなたと出会うために、あなたを救うためにキリストは来てくださったのです。ぜひこのイエス・キリストを自分の救い主として信じてください。そして新しい人生の中に入ってください。心からお勧めします。